そこの二人、何をぼーっとしている？各被験者のパーソナルパターンをセントラルへアップロードしてくれ。ヨアキム・ミズラヒ博士、聞こえなかったのか？被験者のパターンをアップロードしてくれと言ったんだ。あ、はい。被験者のパーソナル、これか。早くしたまえ。はい。現在リスト177までクリア。リスト281、アップロード完了まであと15。配属されたてか？あ、はい。そうか。新しい助手が来ることは聞いていたが、リスト281どうかな？はい、リスト281。これって病棟の患者のリストじゃない？まだか。ああ、リスト281クリア。アップ終了しました。あの、この被験者は？これはアニマの器へリンクが可能な被験者のデータだ。これから彼らの恐怖を制御し、ゾハルへの接続実験を行う。聞いてなかったのか？あ、いえ、すみません。主任、見てください、これアニマの器ですよ。ええ、でもどうしてこんな場所に？さあ、今のところはさっぱり。それにしても、人をアニマの器にリンクさせるってどういうことでしょう？見て、ここゾハルだわ。本当だ。これを見る限り、アニマの器はゾハルへアプローチするための仲立ちの役割があるみたい。あれって ES の動力炉じゃなかったんですか？動力炉というよりはトランスミッター。人とゾハルの仲立ちとなった結果の副産物。ここで調整が行われて完成されたものを私たちが使っていたんだわ。でもこのデータ、なぜレアリエンを中継させる必要があるのかしら？恐怖の制御がどうとか言ってましたけど、それと何か関係があるんでしょうか？わからないわね。主任、これ母さんの名前。なぜ被験者リストに母さんが？おい君。助手のケビン・ウィニコットを呼んできてくれ。ヘブロニアの容態を知りたいのでな。ケビン・ウィニコット、それってケビンさんのことじゃ。どうした、早く呼んできたまえ。